の耳こんにちは井桁弘恵です。 この番組はこれが実現したらもっといい社会になるかもという身近な疑問やアイデアから社会課題や経済、テクノロジー、教育などなどさまざまなテーマについて考えていく社会科見学的ポッドキャスト番組ですそしてアシスタントのユートピアくんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまだユートピアさんかなまださん <laughs> まださんユートピア的にはそろそろいげちゃうあ<っ>かなん。あ、いいですよ全然<あ>お願いしますわかりましたじゃあ,じゃあ 頑張っていつか君になれるよう、はい、ゆっくり距離感縮めていきながら、はい、そういう感じではいお願いしますさて今回もテーマが用意されているということで耳の社会科見学耳社科のしおりをいただきました、えー、今回のテーマと今日考えたいこととあるんですがテーマが AI ロボットは一人一台持つ時代が訪れたら人間は仕事や家事から解放されて永遠の人生の夏休みを手に入れられるということでいい、ね いやこれ無理でしょう。もう終わり。<laughs> わり <laughs> せっかくゲスト来てるのに、ね。無理でしょう。えー？でも人生の夏休みをが果たして幸せなのかっていうところもありますよ、ね。この番組のずっとのテーマですね。哲学に入っちゃう。<laughs> そうですね。だ本当にユートピアなの, <laughs>、ね、アなのっていうね。うん、深いところ言っちゃいがちですけど、まあでもあの。 やいやいなし家事とかはやっぱあります私あ,<ー>あの風呂掃除とか <laughs> やだ風呂掃除専門 AI ロボとかだから毎回お風呂終わってピッて押したらもう床とかお風呂とかをウィーンとやってくれたらめっちゃ良くないですか,かそうですねこれちょっと家電メーカーに相談したい期待ですねそういうのもトートーとかに相談ですかね <laughs> できないか <laughs> 具体的なんだよなユートピアさん <laughs> いつも <laughs>。 しおりには今日考えたいこととして三つ書いてありますね。一つ目が人間をロボットとして理解する。二、うん、つ目ロボットや AI が得意なこと苦手なこととは。うん、そして三つ目ロボットや AI が人間の生き方をどう変えるとあります。一つ目がちょっとよくわかんないですね。うん、<laughs> まあそのためのゲストなんでしょね。ああなるほどそういうことか。人間をロボットとして理解する。 その言葉をそもそも理解できてない。<laughs> 今日何回ですね。ちょっと難しいです,、ね、いですけどい。イゲちゃん自身はなんか、はい、AI とかロボットについて普段から考えたことってあるんですか？あの私その昔仮面ライダーゼロワンっていう作品出させていただいたんですけど、なんかそれがあの AI のシンギュラリティの話だったんですよ。<え>結構難しい。千四十年みたいな。はい、結構。<laughs> なんかリアルリアルなのかもはやわかんないけど <laughs> シンギュラリティとはそれは本当に実現するのかとかなんか本当に作品としても AI が暴走して AI が自立して組織を作りみたいな作品だったのでそ,、ね、それは本当に今後ありえるのかとかんかちょっと。 そういういいところも聞きたいです,すごいしっかり考えてますね普段から。で <laughs>、ね、やっぱりそういうのを研究されてる方って人間の良さをどこにうん、何だと思うすごいですねもう掘りますねゲストの方が <laughs> 人間性を掘り始めているすでにそうそこを進化させるって人間の何かを衰退させることにもつながるけですよね。テクノロジーとは そこについて、人間についてもどう考えていらっしゃるかっていうのは聞きたいですね。いや、今日は長くなりそうてますね。はい、でも、今日も楽しいテーマでお願いします。はい、それでは、ゲストをお呼びしましょう。本日のゲストは早稲田大学教授の小形哲也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。先生、実は私も早稲田なんですあ。はい、あの、何時あげた。あ、本当ですか。はい、嬉しい。はい、先生は学部。 は,はえっと今機関理工学部っていうところにいます。はい、はい。あの理工系のところ三つあるんですよね。創造、ね、機関、電子。その中の機関のです、ね。機関理工学部っていうのは実際どういう？元々はその理工学部の中でもかなり基礎的な部分、まあ理論も含めてそういったところをやりましょうっていうところなんですが、私はその中でも表現工学科。 っっってていうちょとと変わったところにおりまし表表現 <laughs> 表現ってあの自己ですねもともと人間がまあ関わるような表現形態に、えー、トピックを全部絞って、まあ、分かりやすいところだとバーチャルリアリティだとかコンピューターグラフィックスだとか音声だとかなんですけどその中にさらには、えー、と映像映画だとか、はい、あとは、えー、認知科学であるとか認知科学そして私は AI とロボットということ。 です<ー>そういう意味では、まあ、かなり幅広く、まあ、人間を中心に考えてるんだけどそれが作り出すいろんな表現っていうもの、うん、創造性みたいなところをみんなでこうやる考えていきましょうっていうちょっと かな2007年できた学科なので<ー>まあ早稲田大学の中ではかなり新しい学科になります人間科学部と同じぐらいですかそうなのかな時期的には人間科学の方が多分古いような気がするけれどそういう意味ではあの理工系が山岳部がこう出来上がった時にごちゃごちゃとなった時に出来上がったまさに分離融合みたいなことをかなり意識した確かにちょっとお話聞くとアートとか,なんか芸術っぽいところも含むような、はい、まさに芸術と科学を両方やりましょうみたいなそういうで。 えー、楽しそそううですね確かに最初はねあのなんだこれはと思われてたと思うんですけどだんだん少しずつ認識されてきたとあでもなんかお話聞くだけでめっちゃ興味湧きますがで,す、ね、でも先生はその AI とかロボットってい,いつ頃から研究を始められたんですかそうですね研究そのものは和さんロボットの研究室に行った、えー、と自分の卒論の時からなのであ、えー、かれこれ30年間え卒論何人やったんですか ロボットにおける心の発生ってなんかもうすでにやりすぎですよねもう一番ディープなところにもう見えてたんですかもともとその師匠というかその時に指導教官だった先生加藤一郎先生っていう人なんですけどこの人はあの世界で一番最初に人型ロボットを作った人なんですね今から70年前なんですけど早稲田大学はそう一番古い人そうなんですか 理工学部に来ますとキャンパスに来るとちゃんと飾ってありますえ、ロボット七十年前ですか名前がワボットって言うんですかワボット一号早稲田ロボットの略称ですね<ー>早稲田製がつけそうなつけそうでしょの早稲田ロボットシリーズ全部頭に W つきますからねあのお茶を運ぶからくり人形みたいな <laughs>、うん、そういう話じゃなくてあの当時、えー、機械系の先生とあとまあ情報って言葉はなかったですけどその画像の先生音声認識の先生四、はい、つの研究室みんなで集まって おいで人がだい大体高さ2メートル重さ 200kg 足は油圧で動いてるんですけど <laughs> 一歩歩くのに40何秒かかるっていう、えー、一歩40何秒かけて歩く方が人間難しいと思うんですけど、えー、そういう確かに <laughs> でお腹かにカメラがついててちゃんと物体で見て、えー、で言葉も音声認識も一言レベルですけど、えー、ちゃんとすると。 それを70年前にです8ビットコンピューターがあの机くら,らいの大きさのやつを横に置いてあってコードでで繋いであります昔の,の IBM の研究室みたいな部屋1個でやっと1メガンみたいな足を動かすプログラムを最初入れてで近づいたら1回それ消して今度は腕のプログラムを入れてです <laughs> でもそうかけて70年ってすごい進化を遂げたっていうことのすごさもいすよね、まあ、もなんでそんな時代にそんなことしようと思ったんだろうっていう。 ところで,すよ、ねで、その師匠につきそうです。その時に三十年前の先生がその時に言ったのが、これからはロボットで心が考えられるんだ。はい。えー、で、今は具体的にどういう、こことを教えてるんですか。えっと、そうです。また研究としては本当にその A. I. とロボットって意外と。 領域としてて離れているんですね、うんうん、そのメカを作る人たちとあの人工知能今はディープラーニングなる言葉がありますねああいう技術っていうのは、まあ、やってる人たちが離れてるのをいかに融合させるかっていうところが自分の研究テーマなんですね。まあ、それががちゃんとディーープラーニング体を持つっていうことが、まあ、いわゆる人間の理解とかにつながるっていうことをずっとやりたくてやってきたんです。 ですけど、もうちょっと、あの、噛み砕いていただいていいですか。あの、ディープラーニングっていう。あ、そうですそこからですね。すみません、ちょっと。いいですいいですもちろん、もちろん。ラーニング。そうです。もともとですね、えっと、人間の今の、そのディープラーニングって、AI のモデルなんですけど、それって。人間の脳みそから、一応ヒントを置いて作った。その神経回路って。はい。 脳のね、ニューロンの神経回路を、はい、まあ、真似て作るという技術が。はいえー、今から80年前にアイデアとしては出ていて。<ー>まあ、当時は人工神経回路モデル、まあ、人工の神経回路っていうのがありましたと。はい、で、それを、まあ、さっき、その三十年前に、その加藤先生にこれを使いたいと。はい、これでロボットを動かしたいんだって言ったんですね。<ー>ただ、当時はとってもちっちゃいちっちゃい、もう人間なんか全く親指もつかないようなものしかできない。うん でも学習させるとちっちゃいけどそれなりに面白いというかかわいい感じになるわけですよ、はい、<laughs> でその人工神経がどんどんちょっとずつ学びを覚えていくそうです自分教えたことから教えてないことにもなんかそれっぽく返すようになるわけですねそういうところで、えーとまあ、加藤先生曰くそれに自己保存の本能を与えれば、うん、自己保存の本能を与えるそう自分が壊れないようにええー。 っていいうのをさせるるためには体体ががりますよね体がないと壊れです、ね、だからそれに体を乗っけた姿って、はい、そこにその自分を維持するという本能というか気候性を与えると <laughs> その行動は人から見た時感情移入しやすくなるだろう <laughs> それはもう生物なとまさに今人工生命なんて言葉も普通にありますけどす、ねえー、そういうようなあの研究の走り、まあ、ですよね。 感情にすんのをちょっと守ってあげたくなるとかそういうことですか。そうです。あとはまあその行動を取った理由がわかるというか、ああそれはそうだよねとだからそう,かそういうロボットにネズミの実験みたいなのを真似たようなそのこれやると美味しいよとかやると痛いなっていうことを学習させるみたいなことをやってたのが僕のソースなんです。<ー> <laughs> もうそ,れそれが年前今どん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 そのさっきの神経回路って言ったやつサイズがどんどん大きくなって、うん、それがディーープラーニングとという名前に変わりましたとあ<ー>こんなもともと使えるわけないこんな,なんか怪しい技術だって言ってたのが突然まあ10年前ぐらいから使えるようになって、はい、それで音声認識も画像認識もみんな普通に使うようになりましたと。 ちょっと前までは絶対あんなことできないと思ってやれ AI だって言ってるイメージがあります,そ,すそして今すごく盛り上がってるのが生成 AI ですよねあ,あの画像生成とか,とかチャット GPT とかあの技術を今ロボットに入れるとじゃあどうなる さらにすいうことロボットに入れたら自分のテーマになるし今本当にグーグルとか、うんえー、オープン AI とか、うん、テスラとかああいう人たちが一生懸命人型ロボットをどんどん作り始めたっていうのが今年。そうかっ と今ロボットが別々というかちょっと文化としては考え方も違うしうう今でも学会としてはすごい離れちゃってるんですけど、うん、それがだんだんお互いがお互いを必要とするようになってきて。 ロボットはまあ昔20年前に人型ロボットの部分が日本にはあって足元とか、はい、でもあれは確かに歩くのはすごくうまかったけどあの当時は見ることも聞くこともできなかったので、うん、やっぱりなかなかその市場に出るというかマーケティングにはなんなかったんですが今度 AI の方は今度すごく進んでみて実際のハードに使いたいと思ったらだんだんそういうロボットが欲しくくなってくる私でもなんかそういうドラマで動きながら なんか撫でたら喜んでくれてみたいなモフモフのやつそういうのもありますね触ったこと愛顔系のやつですね AI は入ってそうですね今の最新の AI ってわけではないですけれどもでもまあ似たような技術っていうのは入っている可能性は十分あると思いますマザラシのやつとかマザラシのやつあれは随分昔ですけどねファローというのが90年代にありましてあのがもう初めから人の感情移入をターゲットに作ったロボットですね 今のやつは本当にそういうのは働かせようみたいなそういうところを考えているのでそれこそ先ほどちょっとお話になったお風呂掃除とかは僕の研究お風呂というかトイレもお風呂も入りますが、はい、1>, あの1台のロボットでいろんなことをさせましょうっていうのを本当にロいうトでやってます。 お掃スーパーお掃除ロボットってことですよね。まあ料理もルンバの究極形態みたいな。もええー、ワクワクする。<laughs> えー、じゃあもうこれやばいです。どんどん行かないと。今日考えたいこと三つありますから。<laughs> でこのあの最初のテーマいきたいんですが、こう人間をロボットとして理解する。あ,あ、そうですね。今の話、のこれはちょっと近いんですけど、まああの元々 AI ってすごくもうそれだけでも今すごい人間っぽく動いてはいますね。ただあれって基本的には 人の言葉を一生懸命学習した、はい、いろんなこインターネットに落ちてる大量のテキストを学習して、うん、それと同じようにそれが再現できるように学習させてると、はい、そうすると知らない言葉でこう入れてもそれっぽいことを答えるようになってくれる、うん、翻訳でもなんでそれが最近になって映像とかも使えるように絵とか音とかも使えるようになりましたってなった時に、うん、じゃあ今度体が必要ですと。 うん、で体が出てくると今度はその体の中で自分の体のモニタリングとかもするようになりますよねきっとバッテリーだ、はい、回路の温度だ、はい、電流だってなっていくとどん,どん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 人間に近づいていくわけです。うん、で加藤先生がその、まあ、今からその70年前に考えたのはそういう人の格好のロボットを作るという行為は 人間を再現しよもともと人間を知るっていうのは普通は分析する観察して、うん、もしくはインタビプー取ったり細胞を取ってきたりとかそういうまあ分析をするっていうのが普通なんですけど、うん、こういうのはまあ作っていいこうっていう立場です、うん、完全にそっくりそのままにはできないけど、うん、その部分的にも再現してあげると。 その時に人間はまあ仮説こうなってるんじゃないかなって作る人はこうならないと人間のように振る舞わないからこういう仕組みが入ってるんじゃないかなって入れて、うん、でその通りに動いてみせたらその仕組みってきっと人間にもあるはずだうんまあそういうことですよねこういうのを構成論って言います、うん、構成的にアプローチをする普通の科学と反対側ですが普通の科学はひたすら分析したりしていくんだけどバラバラにしていったりするけど、はい、逆につなげて作てある構成です。はいはい っていうような方法論です。で、これは、まあ、やっぱり相当変わったアプローチなんですけど。っていうか、最近までは、あんまりポピュラーとは思えなかったんですが、加藤先生はそういうこと。を工学的人間学って言ったんですけど。工学を使った人間。学全然漢字が浮かばない。どの工学みたいな。なんの。こう、こう、ロボット工学。理工の工。理工の工。理工の工。あ、そう、図工の工がいいですね。 ってなことを言ったんですね、まあ、早稲田大学って、まあ、皆さんご存知のように本当は実学の学校なので、まあ、当時はいろいろ言われたそうです。何の役にも立たないよねっていう、えー、ま役には立たないんですけどその当時は明確に立たないんですが、はい、まあしかし、えー、まさに逆に私立だったからこそ自由にやったとも言えますよね。ちょっとぶっ飛んでたとも言えると思いますけどでも今この時代になってみると、まあ、先見の明があったというふうに言えるのかなと思います、うんうん えでもこの最近までやっぱり AI の開発ってどういうふうに進んでたのかってあんま見えてこなかったけど一気になんか急にここ <laughs>、ね、数0年ぐんと進んだ気がするんですけどどういう流れでこう今の AI の AI 技術です、ね、今までの作り方が、まあ、1950年ぐらいに AI という言葉が作られてでそれで一生懸命その。 コンピューターに知能の真似事をさせる人間の知能の真似事をする、はい、で最初どう考えてたかというと人間が頭の中で考えている知的作業を全部書き下してでコンピューターに分かるようにルールを作って書いてあげてでコンピューターに入れれば同じようにやるだろうと思ってた、うん、それが昔の昔のというか今でもあるのはあるんですけどまあ人工知能の考え方ですね、はい、でもそれだと 書くの大変で自分が人間が自分で何をどう考えているかなって、ね、これを何でマイクって分かるのかって言葉で書けって言われても大変なわけ、ね、確かに。なのでそういう意味ではそのこの逆のことをそのさっきの学習をさする脳に学んだモデルっていうのは、うん、こういう入力の時には例えばこういうのがあったらこれはマイクだと。 あれもマイクですこれもマイクですって教えていくと、うん、マイクだと分かるようになっていくっていうモデルなんですね、うん、なのでつまりルールは分かんないけど、えー、データでこう準備してあげれば、うん、たくさんのデータを教えておけばそこから学習ができるというモデルができる、うん、で昔はそれが大したことできなかったのが、うん、それが10年前ぐらいにドーンとできるようになりました、うん、まあすごく簡単に言えばそのさっきの神経回路のニューロンのサイズがドーンと増えた。 そんなの学習できこないよって言ってたのが学習できちゃってどんどん大きくしていくとどんどん賢くなっていくっていう<ー>まあちょっと気持ちの悪いことになっていってで何が起こったかというとさっきの一番最初のは自分が考えたことを書いてたから何やってるか分かるんだけど今の子はデータから勝手に、まあ、こうしろというゴールこそ人間が与えるけど、うん、ゴールを与えた後はそれをなんかやれるようになっちゃう。<ー> どうしてなったんだろうが今一つよくわからないっていうそういうものが出て上がってるわけですね。えー、あじゃあちょっともう人間の想像を超えてきてる。そういうことです。人間が理解できない大きさのさっきまさに脳みそのちっちゃいモデルみたいな作っちゃってるので、はい、っていうやつをまあみんな今生成 AI と言って使っている状況になる。 ああそういうことなんだ、はい、じゃあちょっと偶発的というか偶然な感じもあるんですかそうですすそうねあの研究をやってた人たちからすれば、うん、それは大きくすれば人間と近い仕組みでやってるんだからそうならないはずはないという信念を持ってやってたとは思うんですけどうん、うん、ここまでパフォーマンスがどんと上がったっていうのは確かにちょっと意外なことで特にチャット GPT のようなああいうやつも実はサイズを大きくしてても限界があるって思ってたのが突然どんとどん来たんです、ね。へ これでいきなりあんなすごいそれっぽく喋り出すやつが出てきてさあどうしましょうってなって。 ってまあ、しかもそれはいきなりみんなに応用されるとも思ってなかったんですよね。<ー>だって何してですかすかわかんないわけですよね,すよね本当は最初グーグルが出したやつとかはやっぱり変なこと言っちゃうやつがいっぱい出て止めちゃってたんですけど、はい、最近その変なことを言わさないように再教育をするっていう技術ができていやに再教育 <laughs> お前これはまずいよって点数をつけてってその点数に基づいてもう一回彼らが出し直すんで。 ですけどそうするとまあ無難なことを言うモデルが出来上がって<ー>それが皆さんが今使ってるちゃんと今聞いてたお話の中でその想像を超えてくるって言ってたと思うんですけどもともと多分1950年代とか60年代の人間の空想例えばアシモフとか書いてるものとかの中では、はい、結構想像されてたと思うんですよ。うん、いわわゆるるよく言われる もともと藤子不二雄先生が作った時は21世紀ってドラえもん言ってたのに21世紀に近づいたら到底ドラえもんができないから22世紀に変わるとかまあジェットソンズみたいなみんな空飛んでてロボットとかが全部食べさせてくれるみたいなとか全部やってくれるみたいな世界は多分想定してたけど結局そこにはたどり着いてないじゃないですかまあロボットの限界っていうじゃあ何で想定しているものにたどり着いてないものもあれば その、その時は全然想定できてなかったもの、が今できてたりもするんですか。その。い怖いな。すべ <laughs> てるじゃないですか。<laughs> めっちゃ気になる。<laughs> 確かに。やっぱり、そうですね。小説空想のところっていうのも、あれも書かれてる時には、それなりの当時の科学技術の基盤があって。うん、で、そこからそれほど矛盾がないストーリーを立ててらっしゃるんですよね。ねそういう作品の方がやっぱり読まれるようになるっていう傾向はあって。うん、そういう意味では、空想はできてる、できてたっていうのは。本当だろうと思います。つまり、僕らもロボ。 のようなものであって、それである程度再現できるはずだという気持ちが鉄、うん、鉄腕アトムとかね。僕らのちょっと上の世代の人たちはロボット。研究者はみんな鉄腕アトムのファンですからね。あ<ー> <laughs> やっぱそうなんですね。結構面白いんですけど、かなり多いですよね。でも、そのレベルと今目の前で作ってる技術にギャップをずっと感じていたとで、その進歩の徐々の伸び方から見ても全然届かないよね。って思っていたっていうのが当時だったんだと思いますと。なので が、それが突然こういう風うにこう出てくるので、やっぱ僕らとしては驚きというのは正直、うん、あそうだよね。っていう気持ち半分と。<ー>しかしもう起きちゃうんだっていう気持ち半分ですよね。<ー>なんか僕はずっとそのそのもうあんまり使われてないって言ってた。神経回路をずっとやってたで、ずっと基礎研究扱い。はい、いつか目を覚めたらいい。ね いやまあ僕は死んで何年後かに認めてもらえるってよくいろいろ田舎避運の科学者みたいになるのかなと思ってるわけですよ <laughs>。が突然ドンとこう同じ技術のつもりなんだけどそのサイズをでかくスケールを大きくするとすごいことが起こるっていうことになって同じロボットに入れるんでも今まではちょっと可愛く見えるロボットを作ればいいやってところから本当に人を助けちゃおうっていうロボットを作るのがそこまで夢じゃないぞっていう時代に入って。 ほー。だからうそう空想の範囲で想像の範囲なんだけど、目の前の技術をやってる人から見るとボンと飛んだ感じがするってで、ね、そこのも飛び方はもう予測不能。そうですね。あのこの1、2年は特にあのすごいですよね。あのなんだろうあできてたよね確かにでもそんなすぐ人に広まらないよね。 ってまず思ったわけですよ、うん、こんなもん作ったら普通怒られるじゃんって思ったら意外とに特に日本人はあんまり怒,んな怒ってる人いると思うんですけど意外とこう浸透しててロボットについてもああ人型ロボットとかを作ったら怒られるって昔思ってたわけですけどでも全然日本はもともとそうじゃないですしでアメリカとかも最初は全然受け入れてなかったんですけど今はもう人型ロボットのスタートアップはアメリカが一番多いですからね。どどんどん人間の方が重要して てくるし、技術的にもどんどんそれで合わせて上がっていく。口の受け入れ体制も。変わってきた、ね、そう、そういうことですね。勉強になりますね。<ー>技術だけの話じゃなくて、政策とか。世間の受け入れとかと連動しているってこと、ね。そうですね。社会需要性ってのは、やっぱすごい単一なテーマですよね。そういう意味では。需要がなければ。ね、どどれだけ頑張ってもそう。そう、欲しいという気持ちと、あと、なんだろう。あ作れる、や、やれますと、やってほしいと、あともう一つ、やっていいです。うん これはやっぱり技術で一番まずいのはやれますとやってほしいだけで進めていくと大体まずいことになるでどこかで必ず本当にそれ大丈夫ですかって言ってくれる人がいるプリンターで銃作とこういうロボットもあもう簡単に悪い使い方できますからね AI もそうですけどそこら辺がまさにいろんな先生たちとディスカッションしなきゃいけないというテーマです。先生のの研究室事例 どういうのを作られてるかって教えていただけますかあ、はい。ありがとうございます。えっ、ー、とまあここにまさにあの AI ロボット一人一台っていうところを、うん、まあ今内閣府っていうところからムーンショットって大きいプロジェクトが走って、うん すごい名前何ですかムーンショット初期に向かって打つああ本当にそんなそ,その昔、えー、60年代にケネディ大統領が60年終わりには我々は人間を月に送るんだって最初に言ってんなことをできるわけないじゃんってみんなが思ってたのに本当に行っちゃいましたっていうのがありますねあれと同じようにちょっと大きい目標 を現時点でで立てて、はい、で本当にできるかかかどうわかからないよ、うん、だけどえそこにみんなが向かって頑張っていくとできなかったとしてもその途中の成果は必ず役に立つはずだ、うん、でそれでまあ,あの、えー、お国が内閣府が今10個かな、えー、ゴールを大きく決めていて、えー、それこそ飢餓にどう対応するかとか病気についてどうだとかいう、はい、いろんなのがあるんですけどその中にロボット AI ロボットのテーマがある。 でで我々としてはまさにこういう本当に自立して適応的に本当に人のそばで働けるロボットをみんな昔から夢見てるけどなかなかできないこれを本当に作るんだよということでやっていますと。 で我々の作ってるロボットは1台のロボットでちょっと、えー、掃除をし拭き掃除をしたり今トイレ掃除もトライしてますあと実験室の中にはその掃除をさせる専用のトイレとお風呂場も準備してあってそこ嫌でしょ<だ> <laughs> そういうのとかあとは、えー、洗濯物をこう取り入れたり畳んだりとかする作業をさせたりあとは調理今スクランブルエッグを作らせたりしてるんですけどそういうのとかまあすごいそれをまあこの前ちょっと 大きい国際会議で実演したりとかしてたんですけど。それってなんかあの炊飯器型みたいな形で,いでな,なんかナイ入れたらやってくれるみたいなあるんじゃないですか。<laughs> はい、そういうのじゃないんですか。はい。人型のロボットが本当にやっちゃおうってことか考えてます。えー、<laughs> あのここもすごく意見が分かれてそんな何でもかんでもできる一台のロボットを作るっていうのは。 普通のロボットの専門家から見るとそんな数字が悪いとちゃんと専用機を作るべきだって怒られちゃうんですけどただ僕があのずっと思ってるから早稲田がずっと多分思ってることっていうのはまあ今で言うとスマートフォンがちょうどいい例なんですけどスマートフォンってあれ元を考えればカメラだったり辞書だったりゲームだったりスケジュール表だったり,ったりまあバラバラですねで今でもちゃんと専用機はカメラもゲームも全部あると。 で専用機とそれぞれのパフォーマンスを比較したらもちろん勝てないですね、うん、でもその機能が全部中途半端だけど1個にパックされるとこっちの市場規模の方が他の 特別なあれのの全部合わせたのが何十倍にもなります、ね、そうか <laughs> コンピューターもスマートフォンも実言うともともとバラバラにあったものをどん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 今ロボットはお掃除ロボットがあります産業用ロボットでロボットがいろいろ組み立ててますとか、うん、えと配膳ロボットがありますとかいろいろありますけど、うん、ペットロボットもああいうのも全部本当はやろうと思えばくっつけられる。 そういう程よい子供も型の人型ロボットができたらなんかすなりやりそうな気がしますよね。なのでえっとどこまでやるかはあれですけれども、ただあのそういう未来をちょっと考えようと、あのまさに汎用的なロボットを作りたいっていうことです。は<ー>はい、これをまあまさにムーンショットなんで、本気でやってみようよっていう。う,いう,ことですうわ、そうかじゃあそれぞれのロボットじゃなくて全部やってくれろ。本当これ一個あれば。 そうですね、まあ、現実的には人を助けるっていうシーンを今考えてます、うん、全部人のことをやってしまうことが大事なシーンと、うん、まあトイレ掃除やお風呂掃除は一人でやってくれるんですけど、はい、料理とかはできれば本人がやりたいシーンもありますよね,、うん、ねだからひたすら横で皿だけ洗ってますとか、うん、あのひたすらキャベツ切ってますとか、うん、そういうのはちょっと任せといて、うん、でメインをは人はやっぱりやるっていうことを今はイメージしてますけどでもできるだけ人がやりたくないことを きついこと、はい、それから汚いこと、うん、それから危険なことまさに 3K 昔ロボットって本当はこの 3K をやってくれる存在として作ってたはずですよねそれはもうちょっと人の身近なところで本当に手伝ってくれるようなそんなのを目指してますちょっとユートピアさんはいこれ終わんないっすねいやだってまだそうですね考えたいことも一つ目しか言ってないんですよ一瞬で過ぎ去りましたねこれ。 まだまだ聞きたいこともたくさんありますし、もっともっとお話を伺いたいということで、まあ当初予定はしていなかったんですが、はい、2回にまたがってお話を今回聞いていければなと思いますので、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。え今回のゲストは、早稲田大学の小方哲也教授でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次回も引き続き。<laughs> このロボットと AI についてお話伺えたらと思います。え、うん、番組の感想はハッシュタグ耳社会化でポストするか聞くテレ朝のホームページからお寄せください。それではまた次回もこの場所に集まって一緒にお耳の社会科見学をしていきましょう。ここまでのお相手は伊谷田博恵とユートピアでした。また来週。また来週。